ヒメクロオトシブミアバダースリスラガスターは小型なオトシブミ類の一種。体が黒くて足が黄色いのが標準だが変異の幅は大きい。この類では最もよく見られるものである。体長4.5から5.5ミリメートル。背面は普通は真っ黒で艶がある。雌雄の形態差はほとんどない。体色には変異が多いが最もよく見かけるのは背面が 艶のある黒でふわしと腹部が黄色をしているものである。ただし形式的には基本型は背面とふわしが黒く腹部が黄色いものであり、他に前肢が赤みを帯びた色になる例もある。前肢の背面には天国の列があるがごく弱く、むしろ表面がつるりとしている印象がある。年に稼いで成虫越冬する。越冬した成虫は4月頃から活動を始め、歯を丸めて、 呂卵を作り、その中に産卵する。卵の孵化には4日から5日を要し、孵化した幼虫は、呂卵の内部の葉を食べて成長する。成長の速度は、呂卵の乾燥具合によって変化し、乾燥が強いと成長が遅れる傾向があるが、適切な湿度が保たれた場合には10から15日で、さなぎとなり、その後4から5日で孵化し、成虫となる。新成虫は夏に産卵し、 孵化した幼虫は、秋までに成虫となり、越冬する。餌とする樹種は幅広く、安田、沢田は以下のような種を挙げている。メス、成虫は、まず餌となる、この葉の縁から趣脈に向かってまっすぐに切れ目を作る。切るためには、大顎が使われる。切れ目が、趣味悪まで届いたところで切り進むのをやめ、今度は、反対側の縁から切れ込みを作り始め、 やはり主脈に達したところで止める。その結果、葉は中ほどで左右から一直線で切り取られ、主脈だけで繋がっているという状態になる。次に切り残された主脈に表側から、次いで裏側から紙傷を作り、それによって、それより先の葉がしおれる。その後、葉の表同士を合わせるように葉を左右から折り重ねるように曲げ、しおれるのを待って葉の先端から、 切り口の側へ巻き込んでいく。二巻きほど巻き込んだところで主脈の脇に大顎で長円形の穴を作り、そこに散乱する。その後残りの部分も巻き込んで溶卵が完成する。溶卵はそのまま刃先にぶら下げることもあり、また最後に主脈の残りを噛み切って切り離す場合もある。本州、四国、九州に分布する。地域によって若干の色彩変異がある。 林他によると、九州から新潟、静岡に黒くて、腹部と不足が黄色いものが、本州北部には、全身黒色のものが、関東から福井山地にかけて、腹部の一部のみ黄色いもの、関東南部から長野に、腹部の一部と不足が黄色いものが分布するという。なお、本州は、本州から九州では最も普通に見られる、落とし部類である。 蒸気のように退職には変異が多く、腹部と不足が黄色いのを基本変種とする。色彩変異として、例えば以下のような名を与えられた例もある。しかし変異の幅はさらに広く、背面の主に全紙が高褐色になるものもある。またこの方のものは、同族のセアカヒメオトシブミエージェマネスと極めてよく似ており、ほとんど判別できないこともあるという。 バラなど園芸植物や庭木などを食害することも、あるから、農業害虫とされる。葉を成虫がかじる害と、溶卵を作るために葉を切り取る害があるが、被害はそれほど大きいものではない。バラの場合、その被害は、ごく軽いが、落葉性の筒ツ汁ツや西洋尺投げの場合、成虫が葉をかじり、その傷が見にくくなって、長く残る。安田、沢田、P36 以下。 黒沢ほか、P112 から113以下、黒沢ほか、P112 から113、林ほか、P258、黒沢ほか、P112 日本高中学会、P201 安田、沢田、P36、梅谷、岡田編、P787。ありがとうございます。